家業がですね、もともと旅館をやってまして、まあうちがですね、僕5代目になるんですけども、明治39年、まあ今年で115年ですか、の、まあ、旅館とかをやってたんですけども、でも子供の頃からですね、やっぱりもうあなたも長男だからとか跡継ぎだからっていうのはずっと言われててですね、もうそれがもう自然になってもう叩き込まれてたのかなとは思ってるんですけども、まあ思春期になると、まあ、高校生ぐらいですねになると、いやこの仕事本当僕やれるのかなっていうのはあったんですよね。もうすごい悩んでた時期もあって、いざどうするかっていうところで、まあ親父からですね、まあ、急に「やっぱお前修行行け」って言われて、まあ、無理やりこう放り込まれたっていうのが まあね、もともとの経緯でしたね。はい、まあ放り込まれまして、でそれで一旦僕家出するんですよね。とある朝に置き手紙をしまして、で旅に出ます、探さないでくださいって 置き手紙をして逃げ出すわけですよ。それが北海道の方に逃げ出しまして、で家出をして、まあ、北海道の馬の牧場なんですけど、まあ、そちらの方に 行ったんですよね。で牧場でですね、働いてた時に、まあ、そこの牧場主の方がですね、お前もうここでもうどうせ働くんだったら、まあ、牧場じゃなくて俺が仕事場紹介してやるよって言われたんですよね。でその時に、いや俺って別にその北海道でね誰かに雇われて一生終わるのかなとかですね、思い返したんですよね。でそれでその今までその、まあ、家出するまでの、その修行の期間の、その料理っていう仕事を見返す、振り返る時間ができたっていうか、でそこでいや意外となんかこの料理の仕事をやってたら自分で頑張ればなんとか将来って決めれるよねっていうのもあったし、まあ、家も家業もね、料理屋さんっていうのをやってたんで、で一回唐津に戻ったんですよね。やっぱり自分の仕事ってこれしかないんだなっていうふうに、これしかないんだなっていうよりも、これで食べていこうと決心したんですよ。でそこでもう決心したからにはもうやっぱりですね、牧場主さんにもちゃんと断りを言って、やっぱりこの仕事で頑張ろうと思ってますっていうふうにお電話して、でそしたら牧場主さんも「そうやろ」って言われて、で「お前はやっぱりこの仕事で自分が途中で諦めていいところが分かってなかったから紹介したんだよ」って。で結局自分が帰ったら自分の今までのね、やってきたことの良さっていうのが分かるから、でそれでそのために一回お前に話を振ったんだって言われてですね あ、そういうことかと思って、もう修行先にも戻った時にですね、もうめっちゃ怒られるなと思って、でこれでもうちょっと殴られる覚悟でもうちょっと「すいません」って言ってからもう入ったんですよね。そしたらもうその時の親方がですね、もう忙しいけんもう早く仕事戻れって、よう帰ってきたなって言われて、もうその時にもう涙バーってできてですね、もういやこんな、なんか本当自分のわがままでもう店にも迷惑かけて、でねもう他の人にも周りもすごい大変な思いさせてっていうのを申し訳ないっていうのと、すごい怒られると思ってたのに温かく迎えられて、お帰りって言ってくれた親方のその優しさにですね、もうすごいなんかもう心を打たれて、もう本当にこれこの仕事で頑張ろうと、その時にもうスイッチが入ってですね、でもうこの仕事で食べていくんだと、でもう人よりもやっぱり上手になってやろうっていうのを決心して、仕事を頑張るようになりましたね。はい。でその後にその、まあ、修行先がですね、修行もさせてもらってたんですけど、まあ、そこでまあ技術的なこともだいぶ覚えてきて、仕事も慣れてきて、そしたら今度京都の有名なところを紹介してやるからっていうことで、京都の有名な単熊っていうところに修行に行くわけなんですけども、まあ、そこでもやっぱ一人よりも上手になってやろうっていうのはもう心の中に絶対思ってて、
で、まあ、その頑張りも認められて、まあ、そこの社長さんからも気に入られたっていうのもあるんですけども、まあ、23歳の時ですかね、の時に大阪の支店を任せられるようになってですね、まあ、その当時で言えばもう一番最年少の、まあ、店長とか料理長にさせてもらったっていうのがまた一つの大きな経験というかきっかけになったかなと思いますね。はい、魅力ですね。魅力はもうこの仕事はですね、言ってみればもう魅力だらけなんですよね。まずその今多分修行中の人とかですね、この下積みで頑張っている人がいると思うんですけども、まあ、しんどいなっていう時もあるんですけど、それがその1年間経った時に去年の自分とどれだけ自分が成長したか、技術をどれだけ覚えたかっていうのがすごい分かりやすい仕事なんですよね。だから、まあ、例えばそのかつらむきができなかったのに1年経ったらできるようになったとか、そしたら次はね、その焼き物を覚えるようになったとか、でその後はお客さんから喜んでもらって、自分が作った料理を美味しいって言ってくれて喜んでもらえたとか、それがずっと繰り返しだと思うんですよね。でそれがすごい魅力に感じる部分もありますし、そのこの仕事っていうのはお客さんから美味しかった、ありがとうって言われる、感謝されるいい仕事だと思うし、まあ感謝された上にお金までいただける、こんな商売ってなかなかないんじゃないかなっていうのは魅力の一つだと思いますね。はい、もう僕が考えるものづくりっていうのは3つの階層に分かれてるのかなと思うんですね。で一番下の部分はもうやっぱり素材選びの部分であって、でその次が、技術とか美味しさとか、あとボリューム感だと思うんですね。で一番上にあるっていうのがやっぱり思想とか、やっぱ正義とか正義感とか、そういうのがやっぱり大事になってくるんじゃないかなと。正義感というか、まあ、世界観、その人のお店の世界観っていうのがもうすごい大事になってくると思うんですよね。でそれをやっぱこだわってっていうか、そこの それがものづくりの原点なんじゃないかなと思います。はい、食事っていうのは人間の最初で最大の欲求だと思ってるんですよ。今コロナ禍にあって、まあ、巣ごもりとかあるんですけど、まあ、テイクアウトとかね、あとコンビニとか、まあ、お惣菜、まあ、スーパーとかに行けば普通にお惣菜とか売ってあるんですけど、まあ、そればっかり食べてて、まあ、楽しいかって、それがずっと一生続くのかといえばそうじゃないと、もう僕らも信じてますんで、ね、飲食業が例えばダメになってしまったらもう全部の産業がダメになってしまうと僕も思ってますので、まあ、そうなってしまうと、そのこの世界中というかですね、もう夢も希望もない世の中になってしまうっていう可能性が非常に高いと思いますので、まあ、それはまず若い子、まあ、次の世代とかですね、そういった世の中にさせないためにも、この仕事っていうのに夢を与えたりとか、魅力を伝えるっていうのも僕らの一つの仕事じゃないかなと思っております。現在ですね、水面下でいろいろ面白いことを考えてですね、今ちょっとプロジェクトを始めてるんですけども、それ今の時点では言えないんですけど、Facebook とかインスタとかも自分がやってるんで、まあ、そこでちょっとお披露目、少しずつ小出しでこんな感じで動いてますよっていうのが発信する可能性もあると思いますので、よければフォローしていただければと思っております。はい、僕自身もですね、もう今からも本当に足を止めずに、もうずっと走り続けながら、もうポジティブシンキングで、動いていこうかなと思っておりますので、応援のほどというかよろしくお願いします